生で揺れる鳩山政権、その他にあの剛腕が、はい、ありがとうございます。鳩山政権を評価するかしないか、国民の皆さん方は政権交代によって新しい内閣に大きな期待を持っていましたけれども、外交、日米関係、さらには小沢さんが出てきまして、政府の方針と違う政策論に言及をする、揺れ動いております。国民生活を考えれば、やはり年内にしっかりとした予算を組んで、この議論を深めていくということが国民的にはどうしても必要であります。私は今日はちょっと甘めの評論家と言われても仕方がない50点をつけさせていただきました。